アリナ・ドゥミトルは、ルーマニアのブカレスト出身の元柔道選手。身長158センチメートル。5段。現在は、ルーマニア軍でキャプテンを務めている。14歳の時に柔道を始め、2002年に、スロベニアのマリボルで開かれたヨーロッパ柔道選手権大会の女子48キログラム一家級で、銅メダルを獲得した。 その後2004年から2008年までの同大会の4 8ラム一過級で5連覇を果たした。その間2005年、2008年には決勝でアテネオリンピック銀メダリストのフランスのフレデリク・ジョシュネを破っている。アテネオリンピックの4 8ラム一過級では準決勝で日本の谷良子と対戦して敗れ、その後の3位決定戦でも中国の広方にも敗れ、 メダルを逃した。北京オリンピックの4 8ラム以下級に出場し、準決勝で谷と再び対戦し、指導一つの差で優勢勝ちし4年前のリベンジを果たすと、決勝でもキューバのヤネトベルモイを大外刈りで一本勝ち資金メダルを獲得した。余談だが、ヨーロッパの選手が谷から勝利を挙げたのは1992年。 バルセロナオリンピックのフランスのセシルノバック以来16年ぶりとなった。ところが2009年の世界選手権準決勝では日本の福見優子に小外刈りで一本負けして足に人体損傷の怪我を負い3位決定戦を棄権することとなった。その後復帰するも2010年のグランプリデュッセルドルフ準決勝では先見8ルナの腕勘で一本負けして 今度は腕を負傷した。ヨーロッパ選手権では2年ぶり6度目の優勝を成し遂げた。しかし、世界選手権では準決勝で、再び宣言に敗れ銅メダルに終わった。2012年4月のヨーロッパ選手権では8度目の優勝を飾った。7月のロンドンオリンピックでは準決勝で、過去5戦全敗している含みと対戦して、技ありで下し、 オリンピック連覇を目指したが、決勝ではこの階級で金メダルを獲得したブラジルのサラメネゼスの技ありに敗れて銀メダルとなり連覇はならなかった。ロンドンオリンピック後に現役を引退し、2014年7月には婚約を発表した。ありがとうございます。